なあ、よし、おう、誰だってね。俺は極東高校の山本博ってもんだ。てめえらか、しなこのゴリちゃんやった連中ってな。山本博、ハル君、確かこいつ極東連合の幹部っすよ。へえ、全然大したことなさそうだな。てめえ調子に乗ってんじゃねえぞこら。そういうお前は誰だ小僧。俺は極東高校の横倉慎二ってもんだ。慎二か、聞いたことねえな。無名の新人さんか。答えろ、ゴリちゃんやったのはてめえらなんだろうが。はあ、だったら何だってんだ。てめえもやっちまうぞこら。おう、もう上からゴーサイン出てんだ。島高の山田みたいによ、いつでもボロ雑巾にしてやんぞこら。お前ら許さねえ、覚悟しろよ。ヒロシさん、やっちまいましょう。行くぞ信者。信じ、よそ見してんじゃねえよ。あっつ、おねんねにはまだ早いぞ、幹部さんよ。俺は今めちゃくちゃイラついてんだよ。ぐしゃぐしゃにしてやんよこら。待て、てめえら教官。ああ、ほら、てめえらこれ以上調子くれる気なら教官様が相手してやる。この佐伯慎之介も相手になってやる。お前らなんだか知らねえが、雑魚どもが湧いてきやがったんだ。お前ら、この二人もぶち殺せ。あ、あるか。こっちの野郎は二中の強権っすよ。何？なんなんだ？こいってんだよこれ。よう、あんた、会長の誘いどうすんだ？あ？なんだよ誘いって。もうなあ。俺ら。東韓競争連合に来るつもりなんだろなあ。ん？どういうことよ。少年、まさかお前こいつらの仲間なのか。なあ答えろよ。確かにこいつらの会長キサラギは俺の厨房時代のマブダチだ。だけどな、俺は
あいつと、亮と同じ道を行こうとは思っちゃいねえ。悪いが、お前らの仲間になる気はねえ。そりゃよかったぜ。ハル君、これで、このタコスケやっちまっても、問題なくなりましたよ。ああ、仲間にならねえってんなら仕方ねえよな。会長も文句ねえべ。よし、お前らやっちまえや。しんのすけ、俺はお前ら裏切るような真似する男じゃねえよ。だよな。んじゃ、暴れますか、狂犬さん。当たり前だ。行くぜ、しんのすけ。てめえら、俺ら劣化を、東韓競争連合の劣化を、こんだけめちゃくちゃやって、ただで済むと思ってんのか。当たり前だろ。てめえらぐらいの連中が、何人束になってかかってきても、俺らには勝てねえぞ。なあ、しんのすけ。おう、全くもって歯応えなかったぜ、こいつら。準備運動にもなりゃしねえ。上等だ。てめえら極東線沿線の連中、一人残らずぶち殺してやるか。覚悟しとけやこら。やってみろよ。極東線沿線には俺ら以外にもすげえ連中がいっぱいいるんだ。てめえらごときに負けるわけがねえ。ヒロシ、シンジ。安尾先輩。オチ、これは一体どういうことだ。こいつら劣化の連中とヒロシさんたちが揉めてたんだ。劣化だと。極東連合総長田中康夫をもらった。すげえ。ヒロシ、大丈夫か。ああ、この二人のおかげでなんとか。シンジ、お前大丈夫か。大丈夫っす。すいません、だらしないとこお見せしちゃって。まったく、お前らいつもこんなんだから、もう慣れっこだよ。安尾、とうとう始まっちまったぞ。東韓競争連合と俺ら極東連合の戦争が。そのようだな。おい、ひっ、お前らの東韓競争連合の喧嘩買ってやる。そう上の門に伝えておけや。安尾、エオポチ、いや、狂犬、それから佐伯だっけか。こいつら救ってくれてありがとな。いえ、大したことじゃないっす。お前の噂は聞いてるぜ。最近大活躍じゃねえか。光栄っす。お前らが一緒に俺ら極東連合と戦ってくれるんなら最高なんだが、どうだ、俺らとこの極東線沿線を守らねえか。もちろんです。よかった。じゃあ
頼むぜ、狂犬。はい。ついに田中康夫に自分の存在を認めさせた狂犬としんのすけ。キサラギ寮を率いる同感競争連合との戦いに極東連合の一員として参戦することが決定した瞬間であった。果たして中学時代以上の名声を手に入れることができるのであろうか。ん？よう。はあ。あ。うん。うん？うん。あ。うん。うん？ああ。よっしゃ！の。うん。よし。おう！急げ、しんのすけ。おう。おう、少年、待ってたぜ。すいません、遅くなりました。いいってことや。なよっすよ。おう、あとは誰が来てねえんだ。はい、神馬高校の陽一さんと陽次さんぐらいですかね。真珠、ちゃんと連絡したのかい。しました、来るって言ってたんですが。よう、お前らか。新しく極東連合入ったっつう二人は。あ、はい。あなたは、俺か。俺は公立館の加納ってもんさ。今後よろしくな。福冈高校番長、加納博信。かつて柴原勲、チャーリー新井という二大巨頭が統治していた公立福冈高校は、チャーリーの弟分だったこの加納博信の時代へと移っていた。自らのボスであったチャーリーが尊敬してやまなかった安男に、その意志を受け継ぎ、忠誠を誓っている。自分は極東高校の狂犬だろ。俺は国島高校の木村武史。よろしく。国島高校番長、木村武史。突然国島高校に現れたイケメン番長木村。1年前、全く統一されていなかった学校内の不良どもを一人で束ねることに成功した強者。その実績を買われ、極東連合入りを果たした。俺様も混ぜろや。
暴走工業番長、菊永洋平。暴走工業というだけで地元の人間が震え上がる超不良校の絶対的な番長、菊永。一年前、安尾と激しく衝突した結果、仲間の大切さを学んだ。表面上は相変わらず安尾と衝突するが、お互いに認め合う親友同士なのだ。ちなみに彼は、出席日数の関係で、もう一度三年生をやっている。おい、超有名人の菊永さんだよ。知ってるべ。よっ、すげえ威圧感だ。おう、新百合。俺様が暴走の菊永だ。困ったことがあったら、安尾じゃなく俺様に相談しろ。安尾より俺様の方がスケールがでけえからな。は、はい。もう、菊ちゃん、二人がビビっちゃってんじゃん。脅かしてどうすんのさ、仲間を。武神女子高校女番長、村上瞳。中学時代に憧れだった佐々木玲奈を真似てスケバンの道へ。今や武神女子のトップにまで上り詰めた。玲奈の親友、元武神女子最強の女番長飯島康子からお墨付きをもらっているのだ。おう。ピク。ほら、遊んでる場合じゃないよ。陽一も陽次も来てねえけど、始めようぜ。お前らに来てもらったのは他でもねえ。東韓競争連合の件だ。もうすでに極東線沿線あちこちで被害が出始めてる。奴ら、本気でやり合うつもりだよ。うちの生徒も何人かやられちまってます。俺んとこも何人か。東韓競争連合、俺ら極東連合結成以来最強の敵だろう。だけどな、俺らは何としてもこの極東線沿線を守らなきゃならねえ。外の門に負けるわけにはいかねえんだ。安尾さん、レイナさん。どうしたんだい、血相を変えて。ヨイさんとヨウジさんが、陣場中央駅前で、囲まれ、暴走チームに囲まれちまって、どっかに連れて行かれちまったんです。ヤスオさん、助けてください。なんだって。くそ、山田の次は、ヨウイチたちを的にしやがったか。とにかく陣馬中央駅まで行こう。あんたらは地元戻りな。ひょっとしたら攻め込まれてるかもしれないからね。だ。へ、お前ら競争連合の実力はそんなもんかよ。陣馬高校番長、今井陽一。双子の弟である陽次と共に陣馬高校の番を張っている陽一。体は小さいが、地元を愛する熱いハートと、一度拳を交えた安尾との熱い友情を胸に、日々外敵から陣馬中央駅を守ってきた男だ。兄貴、安尾たちの手を借りるまでもね、やっちまおうぜ。陣馬高校番長、今井陽次。兄の陽一同様、陣馬高校の番を張っている陽次。尊敬する一つ上の陣馬高校元番長、八谷茂の意志を継ぎ、兄と共に地元を守り続けている。陽一、陽次、
ずいぶん調子良さそうじゃねえか。田代、悪いけどよ、お前らはここでしまいだよ。し、まあ、いい。あ、お前ら、このドチビ2匹、まとめてやっちまいや。くそ、相変わらず汚ね野郎だ。兄貴、どうする？どうするも何も、やるしかねえだろ。行くぞ、用心。うわー、三島に羽柴、今日はこの俺がちゃんとお前ら援護してやっから、存分に暴れてきていいぜ。 ありがとうございます、田代さん。田代さんがついてりゃ怖いもんはね。行こうぜ、春君。よし、やったな。お前ら、こいつらの仲間が来る前にさっさとやっちまうぞ、こら。今井兄弟危うし。ヤツオたちは間に合うのか。急げ、銀馬南へ。